タコピーの現在最終回が25日0時よりジャンプにて公開思い打つ展開で心えぐられる解釈の結末に注目漫画アプリジャンプにて連載中の漫画タコピーの現在の最終回が2022年3月25日金曜日0時に公開される本作はハッピーを広めるため地球に降り立ったハッピー星人タコピーが 笑わない少女、静香ちゃんとの出会いをきっかけに、彼女を取り巻く学校や家庭での環境に迫る小学生ドラマ。明るくて可愛いたコピーの見た目とは裏腹に、複雑な家庭環境やいじめなどを題材にした打つ展開が SNS で大きな話題となり、連載開始時より、毎週 TWITTER のトレンド入りを果たすほどの人気作となっている。本日2022年3月24日24時。 25日0時に本作の最終回がいよいよ公開。様々な憶測が飛び交う本作の結末が描かれるということもあり、SNS で非常に注目を集めている。一体どのような結末を迎えるのか、タコピーはどうなってしまったのか、最終回をぜひお見逃しなく。